皆さんこんにちは、ラクダ不動産代表の大西です。今日はですね、久しぶりにラクダ不動産の経営陣大集合ということで、今の不動産市場、それからこの先の展望、それだけではなく海外の不動産市場が今どうなっていて、日本との相対比較どうなっているのか、そしてマイホームはもちろん不動産投資としてどう考えればいいのかっていうことをいろいろ詳しく突っ込んで聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。ではまずトップバッター長島さんですかね。今の不動産市場のざっくり概観と、この先1年2年ぐらいどうなっていきそうかっていう見通しをお話しください。まず短期的にはさらなるバブル化、部分的にはバブル化しているような雰囲気もありますけども、もう一段バブル化しちゃうような局面が来るのかもしれません。それにしてもまあ短期で終わるでしょうね。3年4年は続かない、1年2年とかそのぐらいのタームのことだと短い、はい、思うんです、でそこで金融リセット的なものが行われ、これがどの程度のインパクトを持つかよくわからないんですけども、いずれにしてもこの後大きいトレンドとしてはですね、これまでの欧米中心の社会、この今欧米社会が崩れつつありますよね。で EU はもうブレグジットしちゃって、この後多分 EU ってあのままグダグダで解体みたいな感じになっちゃってるんですね。でアメリカはアメリカでこれまでの大国としての位置づけを降りるというふうにもう何年も前から宣言してるわけなので、とするとこれからどうなるのっていう話なんですよ。今日はその話すると長くなっちゃうから結論だけ言うと、基本アジアの時代、とりわけ日本の時代が来るというふうに考えています、なので大きく2段階、1つはこの 1,2 年ちょっとバブル化する可能性すらあるよと、ここで一旦落ち着いたとしても20年30年50年間、西洋から東洋中心の社会、日本を中心とする大きい意味でのこのアジアですね、中心の世の中にいろんな意味で経済的にも政治的にも、なると思うので、そんな中私たちはこういう情勢の中で不動産とどう向き合うかですね、短期的には金融リセットみたいなことが起こる可能性が高いという中で、長島さんは不動産という資産について特に日本の都市圏の不動産有望だというふうにお考えですか？超有望だと思いますけども、これまでみたいに総額がどうだとか平均がどうだとかそれはもう昔話で、例えば戦後から高度経済成長期の時は土地と建物どっちかというと土地が大事で、っていうのは土地を担保にしてみんなお金を借りて個人も企業も、そこでみんな融資を受けてレバレッジかけて、それで結局経済が回るみたいな、だからみんなハッピーみたいな状況を作れたわけですけど、ここから先人は減っていくわけで、世帯数も減っていくわけで、2050年ぐらいまでそんな感じですよね。いくら移民が入ってくるとしてもですよ、いう中で今までのように全ての土地が全ての不動産価格が上昇するということには到底ならず、これはもういつも言ってる三極化の構図ですよ。ただでさえ90年のバブルピークの時に2000兆円だった土地総額、日本ですよ、今もう1000兆円になってるんで、これから30年かけて半分にはなんないかもしれないけど600兆とかですね、ぐらいになっちゃうと思うんですね。でこの内訳が全然変わっていて、大都市部あるいは都市郊外でも立地のいいところについては価値が落ちないどころか、もう一段上がっちゃうとかみたいな、で例えば東京大阪福岡みたいな大都市部は5億10億20億みたいなマンションがいっぱい出ちゃったよみたいな話とか、賃料今までの感覚からしたらとんでもないみたいなものが出てきちゃって、バブルじゃねえのみたいなことを言われながら意外とお客さんついちゃうようなことが起きたりとかですね、いうふうになるのが当面なんじゃないですか。その状況もしばらくで終わるんですか、それとも結構長く続くんですか。短期的には行き過ぎたものが修正されるみたいな局面もありますけど、大きいトレンドとして日本及びアジアということなので、またやっぱり上昇基調っていうか、軌道にはやっぱり乗って、中長期的に当面有望っていうか、この全世界の中で主戦場っていう言い方もあんまり良くないですけども、この辺りになるっていうことですよ。風戸さんはアジアを中心として海外不動産の事業を手掛けてらっしゃって、海外の不動産市場動向にも詳しいと思うんですけど、今海外ではどんな状況が起こってるんですか。です、欧米とアジアみたいな切り分けですかね。そうですね、欧米に関しては、特にアメリカなんですけど、不動産大丈夫かなっていうぐらいに借り換えがなかなかできなくなってきたりとかしています、ただ住宅に関しては新築の数が減ったり増えたりってなってるのは結構
堅調に進んでいて、うん、販売もされているので、うん、個人が実利で買うものっていうものは結構まだ大丈夫、うん、だけど商業用不動産に関しては、うん、これから借り換えが厳しいんじゃないか、うん、金利も高い中でっていうような状況なので、うん、ちょっと曇り空かなっていうふうに思っています、うん、一方でアジアなんですけれども、うん、アジアは利下げをし始めた国もあるので、うん、結構不動産市況が戻ってる国っていうのもあれば、うん、例えばベトナムのように、うん、コロナ禍で新築の供給を抑制して、うん、デベロッパーが資金の回収ができなくなってちょっとマーケットが相当苦しいところもあるんですね。あとまあ韓国のように価格が一気に下がって政策としていわゆるローントゥーバリューという借り入れできる枠をぐんと下げて価格が下げたりとかもう本当に国ごとの濃淡が分かれているような状況だと思います、うんうん、そういう中で国内の需要だけではなくて海外からの投資みたいなのも戻ってきて元気な国みたいなのあるんですか？ちょっと良くなったのはマレーシアが最近ボトムを打ったっていうところですね、うんうん、あとはもともと元気なんですけど、うん、さらに元気になってるシンガポールとか、うん、これはですねマレーシアやシンガポールに共通して言えるのは賃料がすごい今上がってるんですよね、うん、シンガポールだと更新の時に 50% ありますとかそのぐらいダイナミックなんですよ。 50% は結構えぐいですね、はい、かなりえぐいんですよね、うんうん、空いてるお部屋も上げて出してるので、はい、オーナーさんがみんな強気になっていて、はい、賃料が上がっている、うん、賃料が上がるんだったら不動産価格も上がるでしょうっていうような見立ての中で売買の市場も活性化してるっていうような国がありますね。そういう状況と、まあ、比較してみるに日本の都市圏っていう風なのをどういう風にご覧になってますか？日本はですね、うん、すごい安いですよね。だからさっきの海外からの投資がっていう話では、うん、日本は今すごい買われてますよね。すごい買われていて、うん、これですね、うん、アベノミクスが始まってから不動産価格って日本堅調に来てますよね、うんうん、でコロナになって取引自体は停滞しましたけど、うん、その後のですね月別のこれ実需の不動産の取引のデータを見ると、うん、個人から法人に売ってる件数ってすごい増えてるんですよ、うん、これは2つあって日本の不動産を買い取って、うん転売したりとかリノベーションする会社もたくさん買いに行ってる、うん、それだけではなくて実はこれ海外の投資家さんって日本で法人を作ってローンを組んで買うんですね。なのでその内訳は出てないんですけれども、うん、一定数円安になってからさらに数が増えて割合が増えているので、うん、海外マネーが機関投資家が不動産を買うだけではなくて、うん、おそらく個人の投資家さんの法人、はいはい、日本法人を設立してローンを組んで買うっていうのがかなりなウェイトを占めてるんじゃないかなっていうふうに思います。いやだってね、うん、ここまでは例えばアジアみたいな新興国は、うん、この特にこの中で米欧の投資マネーが入ってきた影響がやっぱり自律的な経済成長よりも、うん、外から入ってきたお金の影響の方が大きくてそれがこの 2,3 年キャーってこう引いちゃったので厳しいみたいな感じなんですけど、もともと潜在的な成長力を持ってるわけなんですね。だから部分的にマレーシアとかシンガポールはもう大丈夫だよみたいなそういう感じになっているっていうことと、あとはもう西洋社会がもうあの金利上げちゃってる状況だから、うん、普通にこれ冷静に考えてるんですよ。この世界の中で減っちゃったお金ではあるけどこれどこに投資するって考えたら、うん、日本に決まってるっていうか、ほぼ一択、うん、100ゼロで日本にしなくても今あるポートフォリオ必ずどっかには投資してお金を置いとかないといけないので、はい、この中で日本の株でも不動産でもいいんですけど、うん、こっちに一定程度振り向けるっていうかこの割合が増えるのは、うん、ある意味当たり前だと思いますよ。そんな日本は特殊と言えるぐらい不動産市場がかなり活況で有望、うん、そして時間軸もう少し長く期待ができるっていう風な中で、直哉さんは今の不動産市況の中でとりわけ注目しているエリアとか、あるいはこれからマイホームとして購入を動きたい人たちに対してアドバイスみたいなのってありますか？まずですね、基本的にマイホームはやっぱり買いたい時に買うっていうのは鉄則にはなってくると思うんですけれども、うん、今のちょうど長島さん、川田さんのお話にもありましたけれども、まあ、日本ってやっぱり割安投資先としては優秀ということで、うん、今首都圏にいらっしゃる晴海フラッグ、うん、海外の方が複数の部屋買ってるみたいな情報も入ってきてるわけですよね、はい、そういう方々ってじゃあどういうふうに考えてるかというと、住もうと思ってないわけですよ、うん、もう単純に言うと投資しようってことなので、インカムゲインとキャピタルゲイン両方狙ってますよねというところで複数買ってると思うんですよね。でそういった方々がどんどん高く値付けをしていくとどうなっていくかというと、当然日本
婚の方々今特に湾岸のエリアなんかです、もうパワーカップルの方が働いてローン返すのでいっぱいいっぱいですみたいな状況になっちゃっているので、もう本当に日本に住んでいる純粋な日本人の方買えませんみたいな時代が来ているんですよね。それが今影響しているのが、まあ、ラクダ不動産各地域でもエージェントいるので、まあ、ヒアリングしたところによると、首都圏のマンションの買い取り業者さんが都内高くて買えないので各都市に行ってますという情報があるわけですよね。そうなると何が起きるかというと、東京から初の価格上昇というのがこれからどん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 日本全体をのの字で描くような形で各地域に移っていきますよねっていうことがあるので、各地域の地方都市っていう部分に関してはまだまだ伸びしろがある、要はマーケットが遅れてピークが来るって感じですよね。首都圏の、はい、あの成功東帝のの字のやつが、ね、より大きく全国的になると、はい、そういうことですね。なのでこれどこの都市でもいいって話じゃないですけど、やっぱ地方都市の中でまだ上がりきっていないエリアっていうのは資産性という観点で見ると投資の観点も含めてもまだ魅力的な部分はあるのかなというところなんですよね。でここ語るときに意外と皆さん各地域、関西だったら関西のマーケット、九州だったら九州のマーケットって見ると思うんですけど、基本的には東京都内で起きたものが遅れてくるっていう流れになると思いますので、やっぱり住宅価格とか投資効率、利回りとかいろんなものを見ていく上で東京都内の相場を先行指標で見ていくっていうことが資産性の高いところを見極める上では大事なポイントになるのかなというふうに思ってますね。マイホームの場合には自分の仕事を中心とした生活圏だったりお子さんのことだったりっていうようなことがあって、はい、動ける範囲が限られているので、このコロナ禍で都内で買えない人たちが近郊の都市圏っていうふうなところに移っていって、結果、まあ、東京のその流出っていうふうなのがあって埼玉とか千葉とかですごくこう家が買われるみたいな、はい、そういう状況が続いてたわけですけど、これが投資っていうふうになるともっとダイナミックになってくるっていうか、はい、そうですね、先日もラクマシさんだったかな、アンケートですごく面白いの、投資家が今注目しているエリアっていうことの全国第1位が和歌山、東京は最下位みたいな、しかもその和歌山で物件を購入している方は和歌山の方以上に大阪県、東京圏の方が購入しているみたいな、そういうあの動きがあのあると思うんですけど、今マイホームっていうところからお話しいただいたんですけど、投資っていう風なところでなんかこうアドバイスなんかありますか？基本的に売買価格は上がっていってるんですけど、じゃあそれに合わせる形で賃料が上がってるかって上がってないんですよね、なので基本的に東京都内で投資物件を買うメリットというのは資産が落ちづらいっていう将来的なキャピタルロスを防ぐっていうところですよね。まずここが一つというところと、あとは多分区分マンションとかですともう本当相続税対策がどうだとか、もうそういうことに限られちゃうんですよね、なので投資の目線ではあまりメリットが感じられないというところがどんどんこう地方の都市に目が向いている一番の理由っていうところだと思いますので、賃料がこれから先も一部の高級物件なんかはもうものすごい何百万の賃料でも借りるみたいにつくんですけど、そうじゃない一般的な方々が住むこの賃貸ですかね、賃貸物件は賃料が上がるどころか売買の場合には築20年経っても市場契約になると価格が購入時より上がるってことはあるんですけど、賃料って基本そうならないんですよね。もう分譲時が一番のピークでそこからどんどん賃料が下がっていくっていう局面になっていくので、そう考えた時にやっぱり利回り投資効率みたいなことで不動産投資で一定のインカムゲイン、キャピタルゲインを上げようという観点になると、やっぱりこう地方都市に目を向けていくっていうのが一番健全な策にはなるのかなというところですね。長島さんは何かその不動産投資っていうようなところで追加のアドバイスやご意見ってありますか？やっぱりインフレを意識した方がよくて、